手仕事にこだわるっていうところがポイントになってまして、まあ、自分のところで、麹を生かして塩麹、醤油麹、麦麹、梅干しも手作りとかお味噌も手作り、全部そういったものをベースに調味料から、まあ、できるだけ、まあ、手仕事に関わっているものを使ってお料理を作っていってるんですね。自分が外食に行くと美味しいんですけど、やっぱり疲れるというか、なのでまず体にスーッと入ってこう家庭料理なんだけども家庭料理じゃないっていうところをポイントにしたんですよね。で、まあ、安心安全っていうところでこだわるようにしました。生産者さんの顔が見えるものを極力扱いたいっていうのがあって、これ美味しいですよって説明をするときに生産者を知っている方が確実に熱く語れるんですよね。でお客さんも伝わりやすい。ホヤに関しては私自身も、まあ、東京で食べて失敗をしているんですね。扱う予定は正直なかったんですけれども、やはり東北の震災があって、でうちの母も宮城出身ということもあり、ちょっとまあボランティアに行ったこともあるんですけれども、でいろんなこう支援されている方とお知り合いになって、でお店をオープンするんだけど、なんか東北の食材で面白いものないだろうかと話をしたところにホヤをご紹介いただいて、でそこからスタートをして食べたらすごく美味しかったと。一番最初はホヤのお刺身を出しました。で次にやはりお刺身だと私のように東京では失敗している方が多いのでとっつきにくいということもあって、火を入れた調理をしたかったんですね。でその時にまあシンプルに天ぷらは美味しいんじゃないかということで、ホヤの一升漬けはホヤの塩辛っていうのがあることを思い出して、で塩辛だったらば、まあ、うちのその調味料を使ったら美味しいかなと思って、一升漬けの素っていうのをやっぱり麹と青唐辛子を使って1年間ぐらいこう醸してあえたところ、非常に酒のあてにはいいということが分かって、皆さんすごい喜んで、あホヤ食べれるようになったじゃないですけど臭くないんだねって言われるのがやっぱり一番多くて、でお酒に合うねと、だん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 こう悪いイメージからいいイメージにシフトしてくださる方が多いので、出汁感ですかね。ホヤのキッシュを作ってみたんですけれども、やはりちょっと火を入れることで旨味がどんどんその生地にも流れ込んで非常に美味しくできたりとか、ホヤの炊き込みご飯もそうですけれども、レシピによっては普通に出汁を使うところもあるんですが、やっぱり何にも入れなくても十分出汁も出ますし、鮮度を保ってお客さんに販売する期間も短いじゃないですか。その難しさから結構飲食店は抵抗すると思うんですよね。なので逆にそこは逆手を取るというか、その鮮度がいいものを扱える店っていうことでのイメージアップっていうのはあると思うんですよね。でここに行けばその鮮度がいいものが食べれる、イコール他のものもみんな鮮度よく回してくれてるんじゃないか、あとはちょっと面白いものを扱っている、全体的なイメージの良さっていうのは上がるような気がしますね。ここはホヤが食べれるんだよって言ってお友達を連れてきてくださったりとか、いろんな意味でホヤつながりはあると思いますね。